戦見事な勝利でした。内容が伴っての勝利という印象でしたが、監督にはどのように映っていましたでしょうか。そうですね、本当にその開幕とかいろいろなプレッシャーの中での試合だったと思うんですけど、選手たちは本当に自分の特徴というか、ストロングな部分をどんどん出して、本当前向きに戦ってくれたなというふうに思います。次節長野戦でのポイントや意識したいところはどんなところでしょうか。そうですね、長野は本当に、全員がその守備においても攻撃においてもハードワークをしてくるチームなんで、本当その強度に我々が耐えられるかどうかというところが、それをしっかり外していけるかどうかというところが、その大きな話し合いのポイントになるかなというふうに思います。長野といえばバンダイにいた三田選手かと思います。葛野監督にとっては青森時代から知る選手かと思いますが、現在の三田選手の印象、どのような印象をお持ちですか。そうですね、本当に、長野に移籍してからも、もう本当長野の、ね、中心選手に今なってますしね、本当に試合では警戒しないといけない選手かなというふうに思ってます。最後、連勝を期待するファン、サポーターにメッセージをお願いいたします。はい、ホーム開幕は勝つことができました。ただそのやはりその次の試合もう、その本当に試合試合をホーム開幕戦で見せたその姿勢をやれるかどうかというところが今年の課題というか、我々が思っていることなので、とにかく次の試合に向けても全力で、いい試合をしたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは岡選手、ホーム開幕戦の沼津戦、見事な勝利でした。振り返っての感想をお聞かせください。前線からのプレスがうまくはまっていたので、それが、最初から押し込む形を取ることができたので、それが勝因になったかなと思います。ご自身のプレーについてお聞きしたいと思うのですが、得た収穫、そして見えてきた課題ありますでしょうか。そうですね、チャンスがあったんですけど、僕自身そのチャンスに絡むことがなかったので、次の試合ではそこでもう少し絡めたらいいかなと思ってます。次節は長野との戦いです。古巣との戦いが続きますが、そのあたりいかがでしょうか。古巣なのでやっぱり僕自身手を入れて恩返ししたいなっていう気持ちがあるので、勝って恩返ししたいと思ってます。バンダイレのサポーター、そして長野のサポーター、期待してきているかと思います。どんなプレー見せていきたいですか。本開幕戦勝利で飾れたので、次また2連勝できるように、また全員で勝利できるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。大卒ルーキーの丹羽選手です。よろしくお願いいたします。ここまで3試合を終えての自身の手応え、お聞かせください。そうですね、開幕戦で、少しの時間だったんですけど、デビューさせてもらって、でそこから徐々に出場時間というのを与えてもらって、でその J リーグの雰囲気というのも徐々に慣れて、で、だんだんと自分のプレーというのが出せるようになってきたかなと思います。今ご自身の言葉からもあったように、出場回数重ねるごとに出場時間が増えてきています。沼津戦ではフル出場になっていました。そのあたりも自信になったのではないでしょうか。そうですね、あんまりやり慣れてないポジションというのもあったんですけど、とにかくチームのために走って戦うというところは一試合通してできたかなと思います。そのウイングバックでプレーする上で意識したところ、どんなところあったんでしょうか。そうですね、葛野監督からも言われているように、自分の持ち味であるドリブルだったりというのを、どん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 最初から仕掛けていって、相手を嫌な感じさせるというのがあったので、そこを意識してプレーできたかなと思います。ここまでの3試合で得た収穫あるかと思うんですが、今後高めていきたいところ、どんなところありますか。今2試合連続でアシストっていう形に現れているんですけども、これからもっともっと自分がゴールだったりアシストっていう形でチームのゴールに貢献できていけたらいいなと思います。次節長野戦です。長野の印象をお聞かせください。やっぱり、長野は昇格を狙えるようなチームであると思うので、しっかりそこを自分たちが胸を借りるつもりで、前節みたいに熱く戦って勝ちたいと思います。最後、ファンサポーターにメッセージをお願いいたします。沼津戦ではたくさんの足を運んでいただきありがとうございました。次節もしっかりと自分たちの色っていうのを出しながら、なおかつ勝てるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは横山選手、ホーム開幕戦見事な勝利でした。率直なお気持ちお聞かせください。ホームで、勝てたことはすごく嬉しかったですし、皆さんに勝利を届けられたのがすごく嬉しかったです。
横山選手の声とても響いていたと思いますが、試合中どんなところを意識して臨んでましたか？試合中はとにかくチームの、追い風になるような、いい声をか心がけてかけていました。ここまで3試合フル出場です。見えてきた課題や得た収穫あるのではないでしょうか？はい、守備としては、失点、まあ、2試合無失点ということで、まあ、みんなでしっかり守れてますし、まあ、課題としてはプレッシャーの中でいかにみんなで、自分たちのチームのやりたいことをできるかが課題になってくると思います。次節長野戦に向けて意気込みをお聞かせください。長野戦はホーム、アウェーですが、皆さんにまた勝利を届けられるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。前田選手、今季初出場、初スタメンでした。ホーム開幕戦での勝利、ほっとしたところだと思いますが、率直なお気持ちお聞かせください。はい、そうですね、勝ち点3がここ2戦なかったんで、開幕初勝利ってことで、しかもそれがホームで勝ったんで、本当嬉しかったです。ホーム戦での自身のプレー、振り返っての評価お願いいたします。そうですね、守備面では前半特に前から行けてたんですけど、後半ちょっと間延びしちゃってプレスかからんとかって、それで押し込まれる時間もあったんで、そういうとこ反省して次節に生かしていきたいです。その次節の長野戦、ポイントとなる部分どんなところでしょうか？そうですね、やっぱ相手前からすごいプレスかかってくると思うんで、それをいかに自分たちが剥がしていけるかっていうのと、そのプレッシャーにビビらずにいつも通りのプレーを自分たちができたら、そうですね、いい試合になるんじゃないかなと思ってますし、あと元チームメイトの三田直樹さん、やっぱここちょっと負けられないですね。三田選手の戦い楽しみですね。チームとして今後高めていきたいところはどんなところありますか？そうですね、ビルドアップの立ち位置であったり、自分の前の選手を剥がすところであったり、やっぱそうですね、チームとして統一した意識を持ってプレーできれば、まあ、自分たちも負けないと思うんで、そういうところであったり、あとはやっぱ前からプレス連動した守備ですね、そういうところをしっかり集中してやっていきたいなと思います。最後に連勝を期待しているファンサポーターにメッセージお願いいたします。はい、また勝ち点3狙って全力でプレーするので、熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。祈りの風に夢のせ、俺たちの誇り八戸、緑の風に夢のせ。